にちは、グローブライト企画課の大友です。私からはバドミントンラケットに使っておりますテキストリームの特徴の一つである、余分な樹脂量が少ないということを説明していきたいと思います。こちらのテキストリーム素材はスウェーデン製の高品質カーボンシートです。通常のカーボンシートがカーボンの糸を束ねて生成するのに比べて、テキストリームはカーボン繊維を並べて、生成していくような製法なので、接着剤として使うレジンという素材を使う量が通常のものと比べてすごく少なくて済みます。余分な樹脂であるレジンを使う量が少ないので、通常のカーボンシートで、作るラケットの強度を持たせるのにテキストリームであれば、軽くて済む、使うカーボンシートの量が少なくて済むので、その余った重量を自由な合成設計として使うことができますので、テキストリームを搭載しているラケットは非常に心地のいい打球感を実現することができています。